第4レース締め切りとなりました。ご登場は本当にありがとうございました。最終予約スコーナーという勝負となっています。アンダーシックスナイカI'm gonna go to the next one.
だった柴崎選手がレースの終盤戦の時に岩佐選手の追撃を振り切る形が起こりました。鈴木誠二選手が続いての3着となっていまして、4レース後輩と決着となりました。払い戻し金です。2連単は総額5番で3220円13番人気、2連服の3号は1580円8番人気、3連単は3番5番6番で15,080円51番人気、3連単は3と5と6の組3120円11番人気でした。その他ご覧の通りとなっています。4レースを制しました柴崎茂之選手、シリーズこれが2勝目となりまして、今年の4勝目、通算では397勝目がかかっています。柴崎茂之選手1着おめでとうございました。柴崎選手の上がりタイム届いています。 3.487 です。初めて 3.5 秒切ってきました。アフターシーズナイター、今回はチャリロード杯としてこの日の最終日の戦いです。これから後半に入っていきます。この後は5レースの選抜戦です。メンバーです。1番深澤悟る判定0、2番宇佐田高尾判定10、3番伊藤昌司判定30、4番戸塚直樹判定30、5番稲川誠也川口判定30、6番中口武史浜松判定30、7番正加寿判定40です。0から40の判定構成です。これレースの CD は20時3分、発送予定は20時5分です。早めにご登場ください。では、質問を行います。3.44、4番。